サボりすぎなんですよ。戦力はね、地道に上がってます。加工派が1500万になって、天保ちゃんが1000万になったのは前言ったっけ、言ってないっけ、わかんないですね。タワラちゃんが戦力1000万もいったんですよ。なので今私がまた育成を始めてるのはシュウソウちゃんなんですよね。あと念願の高天下ちゃんも手に入れることができたんで、そっちもぼちぼちやっていきたいところだね。怖いもの知らずとはオイラのことだ。勝利も戦果も収めるぞ。ちょっとミツバチは見せないで。全然思ってたんと違うのよ、キャラが。そんな感じだったんだね。マジでわからんかった。カダーがさ、かなり天使なキャラじゃないですか。私すっかりそっちのイメージに引っ張られて、高天下もそういう感じの癒し系なのかなって思ってたんだけど、全然そんなことなかった。あ、それでカダもとっくの昔に手に入れてたわけなんですよね。で、なんでこのタイミングだったかっていうと、ウェディングがまた回ってきたんだよね。だからこのチャンスに元宝をわざわざ使って虹アバを取って、花嫁まで一気に取りに行きましたわ。来ましたわーってなんだ今の。赤の素体のアバターがすごい可愛くて、からのこの虹アバターなんだけど、ちょっと印象が違うじゃないですか。ちょっと見てこれ、4つ出てる、すご。で、カダちゃんがさ、ちょっと絵柄が変わってるじゃないですか。私がパッと見て好きになった素体と絵柄が変わられてしまうと、ちょっとテンション下がっちゃう人間なもので、それでずっと手に入れてなかったんですけど、花嫁姿を見た時に元の絵柄に戻っててくれてたじゃない。なので虹ともどもお迎えを決めました。医者の私も治せない病だわ。だから私の健康のためにサバから離れないでいてね。まだわからないの？バカ、恋の病だよ。これですよ、これ。あー、天使の心だって。やっぱ天使なんだよ、カダちゃんは。もうね、あのストーリー見てね、もうキュンキュンしちゃいますね、本当に。めっちゃ可愛くない？この絵がマジで可愛い。めっちゃ可愛いわ。これは、ボインボインですね。軽く5分10分は眺めてたような気がします。あと孔明さんも奥義が飽きそうなんで、ここで元宝を使って揃えに行こうと思います。きっちりと3回お願いしてね。そうしないと手伝ってあげないよ。なんと見て、彼女をお迎えすることで奥義が3つも開くんだよ。